そうこそこラジオ僕は芸名で活動しておりまして確定申告の時には野号という欄に書かなければいけないんですけどもなんていう話ですどうも関西で喋り手などをしておりますそこそこラジオというわけで今回はあだ名のそこがです僕のそこというのは中学の時に 1> 中1で野球部に入って間もなく中3の先輩に、まあ、僕の名前からもじって付けられたあだ名ニックネームなんですがそこからずっと地元では仲のいい友達にはそうこうと呼ばれておりましてでこのラジオ DJ を志して。 事務所にに入った時にですね、まあ結構僕の本名というのがありきたりの名前で僕は本名で行くつもりやったんですけど事務所のマネージャーの方に何か「芸名でもつけたら」って「考えたら」って言われてまあ、考えたらと言われてもこう呼ばれてパッとね振り向けないような。 芸名をつけてもなということもありあの自分が慣れ親しんでるもう地元では走行走行言われてたんでじゃあ走行で行こうかなっていうことでまあ英語表記アルファベットの表記を SOCO にしたりとか漢字は走って攻めるとかは後付けで自分で考えたんですけどももともとは中3の先輩に中1の時につけられたですけど僕はあの すごいいありがたたかかったというか今もだからその名前で活動してるぐらいなんで愛着めっちゃあるんですけどもなのであ,のあだ名ニックネームというものに対してそんな嫌なイメージっていうのは個人的にはないんですが最近ですかここ12年で聞く話によると学校でのあだ名禁止ルール 呼び名の制限というのがあるっていうふうにニュースとかで見るじゃないですかまあいじめをなくす撲滅するために対策ということらしいんですが友達をあだ名で読んではいけない「さん」付けで呼ぶと男性も女性もね先生も生徒の名前を呼ぶ時に名字に「さん」をつけて呼ばなければいけないという事例もあると。 これまあいろいろ賛否両論があるということなんですがどうですかね今の学生の子たちはそれで距離がぐっと近くなれてたりするんでしょうかねそれとも本当に仲のいい友達だけあだ名的な呼び方を裏でしてたりするんですかね表では何々さんって言ってて下校する時だけあだ名で言ったりとか。 まあだ名のどこまでがあだ名っていうのは難しいと思うんですけどその名前をもじった省略した短くした何々くんとか何々ちゃんとかねえ木村拓哉さんキムタクみたいなんはいいんじゃないのかなとか思うそういうのも禁止されてるんですかね。なんかこう やっぱりその嫌なあだ名で呼ばれた経験があってからかわれて学生時代つらかったいじめに発展したっていう方の意見もあるということなので確かにそう言われたらそういうあだ名なんですけど子供ってなんか残酷っていうか見た目のことをあだ名にしたり、まあ、身体的な特徴とか女性に僕も。 ゴリゴリラのゴリってついてるあだ名の子いましたしあと一つも忘れられない女性のあだ名があって1年の中1の1学期にそれこそ英語の授業で、ま、月の名称を英語で習ってたわけですよね「エイプリル」ね「メイ」とか習っててですねそして「七月」の読み方を ある女の子が呼んだ時に「ジュライ」を間違えて「ジュリー」と呼びましてそこからもう3年間その子ジュリー」になりましたんでまあそういう恥ずかしい思いをずっと引きずるというようなことを考えたらそういう思いをした人たちにとっては名字で「さん付」けで呼ばれる方があの。 よりみんなと仲良くやれるっていううなんでしょうかねどうなんでしょう今の学生の子たちに実際話聞きたいぐらいですけどねうん僕はまあその名前は覚えてないけどあだ名覚えてる友達とかもいるぐらいですしね街であったらどうしてもあだ名の方で呼んじゃう僕もあだ名で呼ばれるんで。 向こうも僕のあだ名しか覚えてないかもしれないっていう、えー、そのニックネームについて歌ってる楽曲「ザ・ハイローズ」の「パンチョリーナ」っていう曲があるんですけどその「パンチョリーナ」でこう「マディ・ウォーターズ」「ハウリン・ウルフ」「サニー・ボーイ・ライトニン」ってこうそうそうたるリズムブルースとかの。 人たたちの生かしたニックネームなんていうことが歌われてたりしてねあのなりたいようになれるニックネームをつけてっていうようなことを歌ってるんですけどただあれこれニックネーム何つけようって迷ってたけど誰かがパンチョリーナって言われてパンチョリーナに不覚に振り向いてしまったなんて歌があるんですけど、はい、まあでもそれも振り向いてそこから愛着が湧いてくるんじゃないのかななんて。 うんまあ、これは勝手なこうあだ名にニックネームに嫌な思い出がない側の意見かもしれませんが皆さんはどう思うでしょうか。そうこうでしたさよならババイバイ